加藤さん、ちなみにこの辺でなんか少年を連れてきた場所とかってあります？少年を連れてきた場所、飛行少年を連れてきた。いや、昔飛行少年これたくさんいましたよ。だから、あ、なるほど。飛行少年、加藤さん自身はこの辺にたまったりって。いや、僕はあんまなかったですけど、でもここら辺一帯によく若い頃はいましたよね。トラブルって大体この辺一帯でよく起きてましたもんね。まあかなりも前の話ですけどね。ここ有名だったんですよね、宇都宮って。この通りですか？いやいや、この市内の通りなんですけど、はい、めちゃめちゃ両側に車ブワーってなって、車同士でナンパするみたいな。なるほど。ちなみに、まあ、少年たちあまり連れてこなかったという話でしたけど、はいはい、一番印象に残っている不良少年とか、不良少女とか。一番印象に残ってる人か、なんかテレビに出てない子ですね、どっちかって言ったら。なんかテレビに出てる子たちって意外とその変わり方がまあいいというか、綺麗というかとこがあったんで、まあ僕の場合ってテレビ局がくっついてずっと撮影してるので、使えるのと使えないのがあるわけですよ。で、使える子たちを使ってる感じなんで、うん、じゃあもっと使えないほどそうひどい子がいて、はい。まあ、そういう中では奈良県の子かなと思いますね。どんな子だったんですか？まあ、窃盗ですよね。うん、窃盗で人ん家に何度も入っちゃって、その結果少年に2回ぐらい入っちゃって、で僕のところに来た子なんですけど、まあ、この子が一番なんか印象的だったような気がしますね。ちなみに加藤修士でも変えられなかった少年っているんですか？ああ、いますよ。変えられなかったっていうよりも、結論的に変わったんですよ。変わったんだけど、結局死んじゃったんですよね。自殺しちゃったんですよね。もともと僕のとこに26の時、7の時に来て、お父さんの目ん玉を潰しちゃったんですよ、その子は。で、それで預かってほしいって言って、まあ、頼まれて預かったんですけど、まあ、そこのまた親がね、本当にもうカスみたいな親で、結局その子供が ADHD みたいな、そんな感じの感じだったんですけど、それってまあお父さんからの影響が強かったんですよね。で、そのばあちゃんがね、俺に預かってほしいって言って、まあ、このままだと息子を殺して、おばあちゃんがね、私も死にますと言うんで、まあ、そんなね、ことであれば一旦じゃあ会わせてほしいって言って、刑務所から出てきてすぐに俺を連れてきてほしいって言って会ったんですよ。まあ、もちろん特徴的な子だって、 とにかく頭がいいんですよね。すごい頭がいいから、犯罪も結構ね、頭使ってやる子なんですよね。若い頃に人殺しちゃって刺してったんですよ。で2人ぐらい刺しちゃって、それで少年院に行って、それでお父さんの面談も潰して、もう一回刑務所入ったみたいな感じなんで、その子は僕預かって石垣島とかでもかなり更生させていい感じになったんです。すごい僕の手元から離れた後に死んじゃったんですよ。ああ、じゃあ、うん、買われたまあ買われたのは買われましたけど、結局僕の場合ってその更生の時に必ず書かせるんですよ。お父さんお母さんとかに、おばあちゃんとかにも絶対に更生中は本人と連絡取っちゃダメだよって言うんですよ。なんでかっていうと、結局そのお父さんとかお母さんとか身内が更生の鍵を握ったりするんですよね。更生中は甘える環境に身を置いてほしくないから、連絡取らないでほしいわけですよ。なのに連絡取っちゃうんですよね、良くなってくると。で、なんで良くなってくるってことが確認できるかっていうと、僕が作文毎日書かせるんですよ。でも作文を毎日毎日お父さんに身内に送ってあげるわけですよね。その作文を見て様変わりようが分かるから、そうするとやっぱりお父さんお母さんも連絡取りたくなっちゃうじゃないですか。で、連絡取るとその子の更生の土台が、ね、全部崩れちゃうんですよ。で、やめてほしいっていうのにやるんだよね。だ、そういうので更生が来るっていうのはあるかもしれないですよね、うん、親が約束を破るっていうケースよくあります。もうめちゃめちゃ大変じゃないですか、そう考えると。少年更生ってそんなことないですよ。それはそんなことないですよ。そんなことないそんな、親が関与しなければ大変じゃないですか。その子が本当にちゃんと実直に向き合ってくれればそんなに大変なことじゃないですけど、そこに余計ない人がちょっかいかけるとも難しいですよ。なるほど、うん、それは身内とか。加藤さんでそれ無料でやるわけじゃないですか。はいはいはい。なんで無料でずっとやり続けることができたんですか？金取ったら変わんないでしょ。お金取っちゃったら、だってこっちもお金取ってるっていうのは仕事になっちゃうから、義務感が出ちゃうじゃないですか。もともとは彼らの人生を変えてるっていうのは彼らのためなんですよね。要は彼らがまた同じような過ちを繰り返さないように、で、被害者を生まないようにやってるわけだから、結論彼らが変わっていくっていうのは僕にとってメリットではなくて彼らにとってのメリットじゃないですか。
でビジネスっていうのは僕にとってのメリットだから、まあそれは顧客に出してメリットももちろん当然ながらあるわけですけど、やっぱり利益に考えちゃうと、お金もらったからこういうことはできない、ああいうことはできない、お金もらってるから親の言うことを聞かなきゃいけないって思っちゃうと構成自体が狂っちゃうから、そういうのしたくないんですよ。そういうことはね、だからお金もらってやるっていうのはあんまりその構成の結果としては良くないかなと思いますよ。少年構成って加藤修士の使命みたいなイメージだったんですけど、そういうわけじゃないんですよ。そういうわけじゃないですね。僕の場合人を良くしていくってことは一個の、人を例えば再生していくとか、人が例えば蘇っていくってことは自分の使命だと思ってます。少年構成だけに別に限定してるわけじゃないから、うん、そこが使命ではないかもしれないですね。そういう意味では。なるほど。運命とか使命ってあるんですかね。いや、もちろんあるでしょうね。それどうやって見つけるか。あ、だって使命っていうのはなんかこう漢字で書くと命を使うって書くじゃないですか。だから自分の命を何に使うかじゃないですか、使命って。自分のね、時間っていう命を使いたいと思うことが、それは使命なんじゃないですか。それってどうやったら見つかるんですかね。まあ、自分と向き合う自分が本当にしたいこと、やりたいこと、自分の内側みたいな、うん、それって外側にないじゃないですか。外側であれやれこれやれって言ったって、それって外側の話であって、自分は本当はどうしたいのかだから、結局答えって自分の内側にしかないから、自分の内側と向き合った時に初めて出てくるんじゃないですか、使命って。何自分が時間を使いたいのか、うん、なんかみんなそれが難しくて悩んでると思うんですよね。内側と向き合わないからね、みんな。どうやってその内側と向き合えるんですか。まあ、僕はそれは瞑想って手段一個持ってますけどね、自分はね、うん、はい、で中にはそれが善かもしれないし、逆にそれが人にとっては癒しなんかもしれないし、僕は瞑想が一個自分の内側と向き合う一つの技術、最高の技術だと思ってますから、僕はそれ今やってますよね。あれほどね、自分の内側をトレーニングするもんなんてないと思いますよ。僕はまあ一応まあ頑張ってやろうとしてます。ああ、もう絶対した方がいいですよ。もう今お若いから、これからもっと瞑想とかしたら、本当自分の内側をね鍛えるってことはどれだけ大事かって分かりますから。だって内側と外が全部つながってますからね。なかなかこう内側って変わったの見えづらいじゃないですか。はいはいはい、筋トレしたら筋肉がつくから変わってるって思うと思うんですけど。ああ、そこがねすごい大事なポイントなんですよ。実を言うと内側が変わると外側が変わっていくんですよ。外側っていうのは人間関係とか経済のこととか、そういう自分の表面を取り巻くものが変わっていくのが変わるって言ったんですよ。筋トレってあんま変わりませんよね。血管が変わるわけだから。ああ、筋トレと同じってことですか。うん、自分を取り巻くものが変わっていくんですよ。変わるっていうのは目に見えないものが変わることによって目に見えるものが変わっていくんですよ。これが変わるってことですよ。僕今ちょっと瞑想を加藤さんに教わってやってるんですけど、はいはいはい、なんかちょっと変わってる実感ないな気がするんです。どれぐらいですかやって。まだ1ヶ月ぐらいです。あ、じゃあどうせそれって筋トレも同じですよ。筋トレも1ヶ月かやって変わることはないんで、例えばこんな感じになりません？ちょっと瞑想中落ち着くなとか。あ、それはありますね。ちょっと寝れるようになったなとか、ちょっとした変化あるじゃないですか。筋トレも全く同じじゃない。最初やった時ってなんとなく筋肉が張るとか、筋肉は使わないけどなんとなく筋肉痛になって筋肉ついた気になりますよね。その繰り返しが筋肉がでかくなっていくのと一緒で、瞑想も一緒なんですけど、気持ちいいな、あ、最近ちょっと変わったなって、そのちょっとの変わりを続けていくことが大きな変化になるんですよ。どのぐらいでそれ変わるんですか、実感するまで。ポイントは結果を求めないで、ちゃんと自分の内側にしっかりと習った瞑想法でやり続けるってことです。で、人それぞれ結果は違うので、2ヶ月3ヶ月の人もいるし、4ヶ月5ヶ月の人もいるし、それは自分の中の囚われたものがより浅い人ほど早く結果出ます。どういうことですか。例えば自分で瞑想を疑ってる、この疑いが取れない限りは瞑想結果は出ません。疑いながらやってるってことです。あ、何かに執着しちゃってる、また、うん、結果に執着する、疑いに執着する、何かに執着して瞑想やってるって、これこのその人の固定概念じゃないです か。固定概念が強い人ほど結果出ません。じゃあ何も求めずに、そう、とかく瞑想をしよう、手放すってことです。瞑想中は手放さなきゃいけないです。何かに固執したり執着したり願望にフォーカスするのはダメなんですよ。ちなみにこれ不良少年とかも瞑想って教えられたりしたんですか。もちろん全員にやらせます。よっぽどひでのは特に。メキシコなんていうのは凶迫犯罪者多いですけど、メキシコの刑務所なんで瞑想なんてほとんどやってますから、ね、もう瞑想が構成で使えるんですよ。日本の本当はね、刑務所も早く入れるべきですけどね。ダメですよ、外側ばっか変えようとするから。罰与えたってね、変わるわけないのに。
ちなみに加藤さん、繁華街来たりします？今宇都宮のここ繁華街ですけど。あんま来ないですね。でもなんかコロナなのか人少ないですよね、結構。こんなもんですか？いや、今日平日だからじゃないですかね。でも今いい時間ですよ、8時。本当ですよね。ちょうどみんな飲みに行く。 あんま歩かないから僕わかんないですけど。あれ、お酒飲まないんでしたっけ？俺はね、あんま飲まないんですよね。別に飲めないわけじゃないですけど、あんまり進んで飲み行かないだけです。誘われれば行きますよ。誘ってください、ぜひ。ぜひ今日行きましょうか。ぜひぜひ。じゃあ寒いんで、ちょっとあれですか、あったかいもんでも買いましょうか。じゃあ、あんまり缶コーヒーとか全く飲まないんですけど、飲みますか？いただけるな。せっかくなんでね。何がいいとこありますか？僕はブラックがいいです。ブラックのポカリセットとかじゃないですよね。ブラックの缶コーヒーです。あ、 OK です。うわ、すごい寒いな。アイスさん、ありがとうございます。あったかいですね。やったかいですね。